皆さん、お久しぶりです。失踪なんてしてません。いつでもピチピチ、テクタンです。あ、こんなメンツね。ということで、竜をやっつけに行くところでいいのかな？そこを始めたいと思います。ティリリリリーン。いえ、今日も今日とて、氷を食べる。あれだなろ？氷は？美味しい。いえ、一時期こう、氷食症なのか、疑いを持ったけど、氷食症は、一皿ぐらい食べないと、氷食症じゃないらしいので、私は氷食症じゃないです。はい、ティリリリリン。はぁ、おっしゃい、おっしゃい、おっしゃい。まあ、そんな時もあるって。生きてりゃ一回や二回ぐらい死ぬぐらいやるって。なんかまた画面暗くなるんやけどさ。設定色と覚えないんやけどなぁ。これ逃げよう。また設定いらわなあかんのかな。これどっから、もうなんかめっちゃエンカウント高くない？嫌やわーもう。全然逃げられへんかったんですけど。で、こっからか、こっから降りればよろし。取り付けるぜ。あれ？取り付けるぜ。降りるぜ。これ左目？あ、右目？どっち？道具。右目。はい。びっくりした。こっちに左目はめ込めばいいわけやろ？はい。おー！なんか出てきた。え？あ、ここに入りなさいと？はぁ、あ。いえ、弱い敵は好きよ。とても好きよ。どうやって行くん？一回落ちんとあかんか。じゃあ、ここまで登ります。かっ飛ばせー、ドラゴン。あっという間に戻ってこれたわ。おー。え、まだダンジョン続くん？え、左。え、なんかもうちょっとあった？どっちから行っても一緒かーい。あ、一緒じゃない？なにこれ？エクスカリバー？わぁ。え、どう考えても装備やん、これ。道具、ドラゴンの杖、わぁ。え、わぁ。前、武器買ってもったとこやのに。まあ、いっか。それはそれ、これはこれ。よし。で、ドラゴンキラー余ったん誰か使えへん？へまた売ろ。いいの。で、右でも左でもどっちもよかったんか。で、あと真ん中から、えまあ。フックって何本あるん？あれ降りるたびにいちいち回収してるん。はい、調べる。はい、取り付ける。はい、降りましょう。シュルン。で、入ると、なんかおる？ん？何もいやしね。そういや、ここのさ、塔何のために来たんやったっけ？青く光るオーブが、オーブ多いな。力強いオーラを放っている。ほう。
あれボス戦ない。あ、そうなん。え、これでじゃあ森レミとしていい？呪文の。よーし。で、あの、天空城戻ってなんか誰かに話とか聞いたら、OK かしら？天空城。で、もう出しゃばり三女さん。で、なんか、おじいちゃんとかいっぱいおったやん。いっぱいはいないか。まあ、おじいちゃんとか、おう！どうした？いや、テクタンドの井戸のいいところに来てくれました、なんぞや。実はこの城に怪しい男、ポさんのことじゃないの？おお！やっぱ怪しい。でもだいぶ助けてくれたで。ふん。なにまあ、名前からしてね、なんかちょっと。ドラゴンボールを持ってきてくれたんです。やはりあなた方は私たちのと、私の持ってたとおり、知恵と勇気を。知恵と勇気で、勝ち残れ。兼ね備えた人たちで。無理。やさおなんや。ごめん。じゃああげる。何やらで、もしかしてドラゴン、ドラゴンやったりするとか、こいつが。実は私はドラゴンだったので、フォーフォーフォーみたいな。でもそいつと戦うことはないよね。わあ。かっこいい。マスタードラゴン様。我が名はマスタードラゴン。あ、だからなんか、長寿だったの？世界のすべてを統治するもんなり、よくぞ来たな、伝説の勇者の血を引きし、一族たちを。でもなんか服装がどうのこうのとかなんかいろいろ言ってたけど、それは何？ドラゴンなりに頑張ってみました、的な？私が人として暮らす間に、再び世界の平和が破られてしまったらしい。魔界の門が大きく開けられ、魔界の王がこちらの世界に来ようとしているんだ、誰？ドラミーちゃんの話？しかしそなたなら、それを食い止められるやもしれん。おお。ちょ、待って、また画面暗くなった。天空のベル。ほう、何に使う？おう。マジ？いつ使う？そなたたちの助けがなければ私は非力な人間のままであったろう。ああ、どうも。いつ使う？戦いの時？どのタイミング？道具。遥か天空まで響き渡る。ですよね。ごめんね。じゃあ一回外に出れば OK？ じゃあまあ外出ようか。まさかプサンがドラゴンだったとは誰が想像しただろうか。ここ広いでいい？マスタードラゴンでもしかして乗り物？リンリンリリンリンリンリリン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 リリンリンリリリリン。わぁ。ここで降りられない。海じゃ無理なん。これさ、天空城よりもさ、なんか便利的な感じ？どっか行けるん？天空城との違いはなんなん？あ、どこでも来てくれるっていう、そういう感じ？テルパドール。バラはない。でもさ、あとさ、行かなあかんとこってあことあこぐらいやろ？真ん中の。どこら辺やっけ？ボリボリうるさいと思いますが、気にしないでください。あれ、ここ来たっけ？なにここ？あ、普通にあっこか。はいはいはい。地図見よう。皆さんもなんか食べながら見てくださいね。
私はちょっと眠たいので頭が働いておりません。いや明日から雨です。めっちゃ雨やってさ。いやいやもう梅雨嫌いやん。もうあこいけるん。え、どうしよう、来てもた。マジ？お父さん見て、雲が下にあるよ。私こんな高いところ初めて。ねえ。わ、来てもた。お父さん、門のところどころに、門のところに小部屋？え、も、マジ？あ、え？ここのこと？あ！ありがとう、たっくん。この人は何してるん？わかったから、鍵が上がれんっていうのは。うえ、びっくりした。え、こっちも小部屋？小部屋や。え、壺しかない。っていうか、ブオン倒さんとここ来てよかったんかな。まさかの天空城に来てしまった。違う。光の国。お？邪魔。マーサ様、え？マーサ様ってどういうこと？え、これ何人？ここにいる人間たちはみんな、え？え、マジ人とさ、戦うん？人じゃなかった。まあ、流戦士ぐらいね、多分余裕のよっちゃんだよ。だって、ドラゴン、キラーじゃない。ドラゴンの杖でも強いんちゃん。あれ、ドラゴンキラーの方がもしかしてよかった？いっか。いや、もうめんどくさい。呼ぶのとかやめてめんどくさい。よしよし、オッケーオッケー、イエーイ。あ、左もおらんようになった。はい。え？もしかしてさ、ママ、え、ビアンカちゃんやん。返事がない、ただの石像のようだ。うん。え、これ、ママ？ママ上もしかしてさ、黒幕？わかんない、マーサ、わあ、わあ、こんなとこで画面が黒くなった。よし、オッケー、オッケー。うん。で、今日さ、イブール様。イブールって誰やったっけ？この神殿を治めているものです。テクタンですね、鈴に気づいているでしょうか？私はあなたの母親です。うん。母はどんなにあなたに会いたかったでしょうか？思えばあなたの、なんでそういうこと言うん？そういえばこんなこともありました、その話を。もうそら聞きたいよ。え？あ、ごめん、罰押してもた。ね、ん？え？どういうこと？え、どういうこと？ま、キューちゃんも三丁さんもきっと呪われるんやろ？もういいから一遍に呪ってよ。その四回もいいから。え？え？マジ？ボス戦かよ。バギークロス。バギークロス。とりあえずブブアーハ。バイキルトっていうのが忘れてたわ。それ疎くわ。スクルト！おぉ！あ、マヒアド撃ってくるんか。よし、テクタンはもう攻撃だ。タックンどうする？タックンスクルト、バイキルトで、サンチョさんは、もう一回スクルト！
イエイ。ギャ。戦うでキュウちゃんが、ごめんなさい、変なところで切って、帰ってきたかと思ったけど、もののけがね、違うかった。いや、敏感なんすよ、もののけに対して。うん、バイ切るといいっすな。でもやばいから、ベホマ撃って、攻撃の、違う、祝福の、足しびれた。あー、血が通っておらぬ。あ、間違えた、祝福使う人間違えた、めっちゃ攻撃。今度はタックンでベホマ祝福。よし、うわ、あ、でも、ブッパー班のおかげで、大丈夫と。ゾウが乗っても、大丈夫と。どっかで言ったことあるんやけど、ドンキーやったかな。やっぱゾウって酸っぱそうよね、なんか。ゾウとかサイの肉って、なんか素材同じっぽそうじゃない？酸っぱそう。なんか硬くて、水分なくてパサパサで酸っぱそう。なイメージ。沖縄ってヤギ食うらしいやん。皆さんヤギ食ったことありますか？私はまだないですね。どんな肉が好きやろ？馬刺しとか結構好きなんやけどな、馬刺しとか。でも鳥、豚、牛やったら鳥が一番好きかな。鳥もも肉ね。胸肉はいまいち。よし。回復タイム、回復タイム。やっぱサンタさんも倍切ると打っとくっていうか、やっとくべきかな。ああ、もうすぐ画面暗くなるから嫌や。もう設定いらわな。いつ色だっけ、設定。はい、キュウちゃんで攻撃で、バイキルトの、からの攻撃。よし。ドーン。攻撃、ベホーマー、祝福でサンチョさんを回復しといて、これでいい感じじゃん。ゲマさん以上かかるかな。あって、ゲマさん、前のパートほとんどゲマさんやったやん。さすがにちょっとそれはね、お控えしたいな。できればその、戦闘だけの回っていうのはちょっとね、いくらなんでも、つまらんやろ。だって話すことも特にないしさ。何について話す？消費税が 5% から 8% になったことについて話す？そう。消費税上がってさ、50円切っても80円切っても2円ずつ値上がりしたじゃん。まあ、3% 分ね。で、お、2円分なんや。両方とも2円なんやって思って、変なのって思って 3% 分計算したら、50円の 3% 分プラス 3% 分計算したら、まあ、1.9？ ちゃう、1.5 円で、80円の 3% 計算したら 2.4 円で、四捨五入したらどっちも2円になるんですよ。いや、すごくないこれ。すごいんかな、ようわからんけど、なんか、うまいことできてるなぁと思って。とかさ、切手とかさ、そのま、あれ？あ、これよし。切手とかさ、そのまんまでよくない？だってさ、郵便局の人もさ、まあ、今自動のさ、あれレジになっとるとはいえさ、めんどくさいと思うねんな。52円ですとか、コンビニの人とかもさ、いちいち2円処理したり、はい、お釣り何18円ですとか、めんどくさいと思わへん？それにさ、中学生の問題、50円切って何枚、80円切って何枚買いました、もう52円になる。それさ、すっごいめんどくさくない？だってさ、連立方程式で50円と80だからさ、係数揃えるの楽やったけどさ、52とかさ、82って係数揃えるの超めんどくせえよ。そういう問題がでっくなるんかな。
それとも50円のままで貫くのかしら。それとも120円の桃とかに変わるのかしら。さてまあそんなこと言ってる間に時間が経ったわけなんですが、一向に勝てる雰囲気がございません。私の喉が痛いです。今日は手元にあるのはこれです。有名な水イロハスのも、喉痛い、声荒げすぎかな、優しく喋る。どうもピチピチで優しいテクタンです。いや、なんかちゃうな。あ、イヤホン取れた。よし、今の間にイヤホンつけよう。ちょっとその間にみんな攻撃しといて。よし。とか言ってる間にもタックンがやばいくなっちまったじゃないか。ベホマー癒しの杖。あれどこ行ったっけ。あ、ちゃうちゃうちゃう、え、ちゃわへん。あと癒しの杖ってないね、祝福の杖ね。まだ、あ、よっと、いえ、えい。お、てれってれー。あ、やっと今日初めてやん。お、サンチョさんかーい。サンチェ?口笛って何?サンチュ?サンチェ?なんか、葉っぱの名前。この前食べた。私、葉っぱやって思ってな、この俺様が破れるとは倒れてる。しかしたとえ、お前たちでもイブール様にはかなう前。大教祖イブール様万歳と宗教やね。あら、人が動いてる。ざわざわ。え、これどうするん。あ、とりあえずこの人ら。私見ました。あの石像に呪いをかけるの。そして石像がここにある限り。はあ、じゃあ、やっぱりあれがお母さん?うん。お母さん石に咲いた目の呪いまで?ああ。え、じゃあどうやってイブールさん倒すん?こっちに道とかある?あれないな。とりあえずちょっとあのうごめいてる人らに話しかけてみる?ほら、知ってるだよ。あの台には下に俺が隠し替え、どの台これ?どれだよ。このお姉ちゃんにも話聞いてみる。もう少しで生贄、生贄ってなんでカタカナやね、漢字知らんのんけ。私一体どこまで修正したん。あの台ってどの台、これのどれか。イエーイ。え、でもさ、これもうラスボスいてまうんじゃん。その前にブオーン倒した方がよくない?どっちがいいんやろ?どっちが正しい順路ですか?できたら違う方をちょっと行きたいと思います。今日あんまカットするとこなかったから、これで終われば。いい感じかな。ここってルーラ登録される系されない系。ルーラ、うぶ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 、呪われとる。そっかそっか、呪いかけられたけどこれ解けるん。そしてない。どこ行く。じゃあああれ、あ、さらぼないとこ。え、これ呪いとかなあかんや、お金。あ、たっくんやったっけ、呪い取れるなんちゃらってやつ、シャナク?イエーイ!イエーイ!呪いの魔力。イエーイ!イエーイ!よし、オッケー。金どうなっとる、金。あ、まんま溜まっとる。うん、じゃあまた武器とかも見た方がいいかな。まあ、宿でお泊まりして。よし。いや、
や、もう寝不足かな、ようわからんけど、とりあえず眠いです。そう、この前部屋の壁にさ、ゴキブリがおって、で外出してから帰ってきてもまだゴキブリがおって、ちょっとしかもベッドのそばの壁やったから嫌やったから、ちょっと床で寝てたんですよ。そのせいで体が痛い痛い。はぁ、あ、じゃあ久々にちゃんと締めくくります。パートね、49? あれ ?48 投稿してて、49がゲマ戦だから、あ、これパート50やん、記念すべき。ああ。忘れてた。は。ま、いっか、パート50は、特になんかしません。あの、オープニングつけたり。っていう、そういうのでいい?その代わりじゃあ、なんかエンディングつけるわ。いや、エンディング、その、編集はちょっと肩こりするし、割かし、あれやから、歌う歌うわ。何がいいやろう。いいえ。お疲れ様でした。このまま電源をお切りください。記念すべきパート50を締めくくりエンディング。聞いてください。ど根性ガエル。ぴょこん、ぺたん、ぴったんこ。ぴょこん、ぺたん、ぴったんこ。殿様ガエル、アマガエル。ガエルにいろいろあるけれど、この世で一匹。平面ガエルのぴょん吉様はケロッケロッケロッとは泣かないで、根性根性ど根性、泣いて笑って喧嘩して、憎いよこのど根性ガエル、ひょっこり生きてるシャツの中。わー。